広岡朝子から1919 19年1月14日は、日本の実業家、教育者、社会運動家、三井高駅四女。ペンネームは9点10規制。明治を代表する女性実業家であり、後期、英明な天性から、一代の女傑と称えられた。山城国京都、油の工事通り出水の小石川三井屋六代、当州、三井高駅の四女として生まれる。 陽明はテラし、幼い頃より、裁縫や茶の湯、池花、琴の稽古などよりも、四書五教の素読などが苦悶に強い興味を持つが、女に教育は、不要という当時の商家の慣習は固く、家人から読書を禁じられる。九歳で、父親が母子し,し、三十五歳の高吉が課長となる。十七歳で、河野池前衛門と並ぶ大阪の豪唱であった。 鹿島屋の第八代、広岡久カ門生女王の次男、高岡信五郎と結婚。嫁いだ後も、主人は手代に任せて業務に関与しない昇家の風習に疑問と限界を感じ、墓記や算術などを独学するようになる。二十歳で、明治維新の動乱を迎え、カウンの傾いた鹿島屋を救うため実業界に身を投じ、養成した女尿の長男に代わり鹿島屋当主となった。 第九代、広岡九右衛門正明、夫の甲家信五郎と共に、鹿島屋の建て直しに奔走する。1884年頃から炭鉱事業に参画、筑法の売の炭鉱を買収、開発に着手。単身炭鉱に乗り込み、五神用のピストルを懐に、甲府らとお寄付しを共にしたと伝えられている。男もためらうような冒険的事業にあえて乗り出したので、 しばしば強人扱いされたという、1888年に鹿島銀行を設立。続いて1902年に大同生命創業に参画するなど、鹿島屋は近代的な金融企業として大阪の有力な財閥となる。これらの活躍により、広岡朝子は鈴木米、ね、峰、島清子らと並び明治の代表的な女性実業家として名を馳せる。 土倉昭三郎の紹介により、1896年、バイカ女学校の校長であった、ナルセ二蔵の訪問を受け、ナルセの著書である女子教育を手渡される。幼い頃に学問を禁じられた体験を持つアサコは、女子教育に大いに共感し、金銭の寄付のみならず、ナルセと行動を共にして、政財界の有力者に協力を呼びかけるなど、強力な援助者となる。 広岡や実家の三井や一門に働きかけ、三井家から目白台の土地を寄付させるに至り、1901年の日本女子大学校設立に導く。日本女子大学校の発起人の一人であり、創立当初の評議員となる。また夫は女子大学校の創立委員の一人である。開校3年目となる1904年、夫の死去を機に事業を、 娘婿の疲労化形造に譲る。以後は、女子教育や婦人事業に貢献することをゼトし、社会貢献事業と自身の学問に専念、長い長吉らに学ぶ傍らで、愛国婦人会大阪支部受産事業の中心的人物としても活動した。1909年1月に、大学病院において、胸部の悪性腫瘍手術を受け回復。同年年末に、 大阪の菊池忠氏に宅で宮川牧師と知り合い、同席者のなるせから宗教哲学を進められた縁で1911年に宮川常出るより受選。婦人運動や敗将運動にも参加し、当時発行が相次いでいた女性雑誌に多数の論説を寄せる。女性の第二の天性は、再起、嫉妬、偏狂虚栄、わがまま、愚痴であり、 西洋夫人は宗教により霊的収容をしているとし、宮川による、心霊の覚醒や自らの宗教的信条を記した、一周、和信を出版して、日本のキリスト教家に励んだ。日本 YWCA 中央委員、大阪 YWCA 創立準備委員長を、務めた。日本女子大学設立後も、アセコの女子教育に対する情熱は、 衰えることがなく、1914年から、死の前年までの前か、秘書地として、別荘を建設した御殿場、二農家で、若い女性を集めた、合宿勉強会を主催。参加者には若き日の市川夫妻や村岡花子らがいた。この頃、東京芝材木町、現在の六本木ヒルズ、ハリウッドビューティプラザのところに、親戚の建築家ボーリスの設計で4階建ての家を、 建てている。1919年、人造園のため東京、麻布材木町の別邸にて死去。去年71、私は遺言はしない。普段言っていることが、皆遺言ですと、遺言を残さなかったと言われる。生前から、不動産で資産を残してやりたいと各地に、別邸、別荘を積極的に建築していた。葬儀は、東京と大阪で二度行われ。 朝子の功績を称え、日本女子大学校では、同年6月28日に全校を挙げて、追悼会を開催した。追悼式で長辞を述べたのは、日本女子大学校の創立委員長も務めた、大隈重信であった。大隈は、広岡の功績について、こう語った。朝子夫人は常に、他と、非女子であっても、努力さえすれば、男子に劣らぬ仕事ができるものである。 また力があるものである。思考して人間は、その境遇を切り開いて、自分の思う理想に達することのできるものであるという、固い信仰を持っておられました。このように、朝子夫人は、男子も及ばぬような偉大な力を持って、すべてのことに当たられましたので、ある一部分の人からは多少誤解も受けましたが、しかし、朝子夫人の活動は実に目覚ましいもので、ただに、 その疲労かけのためのみならず、社会的の活動は、本当の手本としなければなりません。大熊茂信麻子は囲碁を愛好しており、自らもアマチュアとして上級者であり、また、囲碁騎士の石井千春を講演した。疲労か麻子が嫁いだ合唱、鹿島屋が幕末に、各地のファンに貸した金の借用書や麻子の手紙など、約1万点の資料が、 奈良県梶原市の民家で発見された。平松隆支援、メレルボーリズと、市柳紀子出展、立命館市資料センター、懐かしいの立命館、立命館早々期大阪時代の中川小十郎。ありがとうございます。